はい、サーフィンの S リーグ開幕戦、茨城サーフィンクラシック沢上杯男子ショートボードセミファイナルの第2ヒートですね。もうすでに時計は動いてます。放送はまだ CM 中ですけど、私のとこではもう2分半になろうとしてますね。赤が田中大輝選手、白が西裕二選手ですね。大輝選手が双子座、裕二選手が双子座、あ、そうそうそう、双子座同士の対決です。2人は誕生日1日違いなんですよね。あ、なお、このヒートも25分ですね。さて、ここは2人ともね、試合うまい選手同士。まあね、セミファイナルまで来たらそりゃそうですよね。そんなに荒れることはないと思いますね。お、あ、なんかもうだいぶ出てますよ。田中大輝選手、もうすでに 8.0 トータルスコア。しかも今も乗ってましたね。田中大輝選手が1本目 5.0、2本目 3.0、で合計 8.0、で今リードしてて、ユージ選手は1本乗ってるみたいですね。スコア出てますね、1.0。大輝選手今3本目乗ってたので、それがまだ出てないです。時間は今21分57秒、56秒、55、54、53、52、51、50ですね。はい。圭次郎さんのインタビュー。はい、ファイナル進出果たしました西圭次郎選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直な。朝子さん綺麗ですよね。いやー、ほっとしました。ちょっと相手が稲葉レオで、あんまりワンオンワンの勝率が、でしょうなんですよ、ね。あ、そうなんだ。圭次郎さん、レオさんにマンオンマンで、今まで0勝だったらしいです。見ると本数も11本乗っていましたが、やはりこの最初のスタートダッシュってところが意識されていた部分ありましたか？うん、そうですね、やっぱ数が少なかったんで、もう自分的にも前半でスコアを固めたことが有利だなと思ったんで、そこはきっちり仕事ができたんで良かったなと思います。海の中でマンオンマンというところもあり、少し対応されているような印象も見受けられましたが、どのような対応をされていたんですか？うん、いやー、まあまあ、でもさっきの一発良かったねとか、こちら刑事の方のが良かったでしょみたいな感じの会話が、まあ、ちょろちょろ、へえ名古屋か。この後決勝戦となります。今行われているセミファイナルでの大輝選手また行きましたね。いやー、楽しみですね。ユージともここで2021年の時にマンオンマンで負けてしまってるんで、まあ、ここでリベンジできたらなと思います。リベンジできたら、ユージ選手が勝ったんだ前回のマンオンマンの対決だと。多分見てたと思うけど、もう覚えてないな。対決があったことは覚えてるけど、ユージ選手は静かですね。でもなんかこのままどうなんだろう。圭次郎さんはでも今年 QS も頑張る感じですよね。でも僕はこの画面しか見てないので何とも言えないんですけど、ポルトガル出るんでしたっけ CS。 圭次郎さんなんか出るって言ってたんだ、記憶もあるんで。あ、どうなんだろう、後で確認しとこう。田中大輝選手がガンガン行ってますね。あ、3本目で 6.0 出てますね。合計 11.00 にして、がさっきのね、圭次郎さんと同じく早い段階で2本揃えて相手を抑え込むっていうセオリーを実践しているのは田中大輝選手。
都心とかに行ってないんですよ。なので、あの、先ほどのユージ選手もそうでした。ユージ選手はずっと右で待ってますね。バンバンバン乗ってるんですよね。そういうふうに、やはりこういうコンディションの中で、こう、あの、いい波を捕まえる、こう、なんか、強みというか、この辺がやっぱ秘訣なんじゃないかなと思うんです。でもやっぱ波つかむのうまいもんな。でもね、ユージ選手も昨日の一番いい波乗ってるから、あれが入ってくるっていうのは海に愛されてるからだと思うんで、今日はどうなんでしょうね。またリマッチなんですね。はい、ということはやっぱ日選手的にはね、これでまあちょっと借りを返して、ね、それで兄貴の待ってるファイナルにって感じだと思うんです。うん、そうですよ。ユージ選手、ここで勝ったら、また、ね、兄弟対決。西見選手のこの試合の、その前のか、その前か忘れちゃいましたけど、はい、結構ずっと乗らずに、はい、待って待って、いきなり8点出して、再び5点出して、昨日のやつですね。はい、はい。全然西見選手は。でも、そのヒートは、あれですよ。だから、宮城和馬選手が、インターフェア取られたやつですね。あ、入ってきてますね、セットが。メラメラと。行くんじゃないですか、これ、ユリ選手。行きましたね。バックハンドで。うん、決めてきましたね。セクションが切り立っているところに縦にアプローチしていて、そのようにフローターでワンマンに入れてるんですよね。なんか、ユリさんの、こういう関係がよくわからないですよね。その私が見るユージさんのその試合以外の顔って、あの、そのシェーパーの大野さんのブログに登場するときぐらいですね。ボードのテストに来たときとかの映像だったりとか、写真だったりとか。あれがいくら出るんだろう、今、エイリーさんの。でも5点以上は出そうじゃないですか、ユージさんの先の。沖で演技をした方が点が出やすいと。岸に近いところで演技しても点が出ないっていうのも一貫して言ってはりますよね、脇田さん。でもジャッジもその通りになってる感じですよね。でもね、まあでも沖の方がその技するのが難しいってことなんですかね。あ、西ユージ選手、6.65 出てますよ、さっきの。うん、やっぱ出るよね。これでニードが 4.35。お、またなんか入ってきていきそうですよ。お、なんか、おお、ガッツポーズ出ましたよ、今。3発。なんかすごい仲間が喜んでるから、多分、ね、その、ユージ選手の謎の友好関係とかが、こういう時でしか見れない貴重かも。仲間たちがすごく喜んでいるから。うん、出そう。あ、でもやっぱり愛されてるんだな、ユージ選手も。海に。
うん、手応えすごいあったっぽい。出てきます。あ、9.0! すっごい。すごいな。まあだからそういう波が来るんだもんね。来るのもすごいけど、そこにいる、まあいるから来る。来たところにいる。なんか卵が先か鶏が先かみたいな世界ですけど。あ、大輝選手が言ってますよ。飛んできそう。ああ。飛んでは来なかったか。うん。中大選手の本当にいいところは、あの大きいスプレーが出せるんですよ。はい、そうするとまさに大きく見えるので、ショーブレイクなんですよ。やってる場所が悪いから点が出ないってことですかね。まあでも今、田中大輝選手のニードが 9.65 なんでね。もう、ユージ選手が。今圧倒してる感じですよ、スコア的には。でも 9.0 ですもんね。すごいな。さすが三男が一番ポテンシャルある説。沖でフィニッシュが大事。覚えた。まあ、でも今回脇田さんの解説で結構いろいろ覚えたこと多いですね。私もいい解説だ。ちょいちょい耳たこワードはあるけど、そういえば実況ずっとニコさんともう一人の斉藤さんでしたっけ、ですよね。なんかケチャップさん出てくるかなって思ったけど、やっぱケチャップさんってニコさんのスケジュールが取れない時の控えみたいな感じなのかな。まあでもその活かせるっていうのもね、波選びのスキルが高いからできることですよね。地味だけどものすごい強いスキルですよね。それ見極めて、この波だったら相手はそんなに点出せないだろうっていうことですもんね。うん、なんかこのね、自然泳ぐ力みたいなシャーマン的なスキル求められるっていうのは、でもそれがあってこそのサーフィンですよね、やっぱり。うん、やっぱりあれですよ、あのオリンピックのサーフィンはプールでやって競技名変えましょうそれがいいです。それが丸く収まりますよ、きっと。アギーレさん、そう思ってくれないかなフェルナンド・アギーレさんでしたっけ、 ISA の会長。まあもうね、ユージ選手はもう 9.0 持ってるから、あとは本当にいい波だけ選んで乗るって感じですよね。プライオリティ持って。まあもう10分切りましたけど、でも田中大輝選手がなんか8点9点出すイメージはないな。強強ですよね。でもそう考えたユージ選手、ワンオンワンのセオリー無視やもんこの勝負のセオリー、サーフィンの試合におけるセオリーって誰かどっかでまとめてくれてないですかね。なんか私も興味あっていろいろ探すんですけど、そういうのでまとめてある記述はないんですよね、まだ。だから私がまとめていこうかなとか思いながら、サーフィンしないくせに。ただね、サーフィンしない私から見るとなんかそれをの方が楽しかったりするんですよね、その試合の進め方だったり。
だからサッカーでいうところのそのフォーメーションを覚えて、そのフォーメーションがを覚えた上で、その選手がボールを持ってない時のにどう動いてるかっていうのを注目してみて楽しむみたいなノリですよね。そう、あのプロサーファーを育てようっていうゲームを作りたいんですよ実は。ニッチすぎて絶対売れないだろうけど、なんかね、自分がコーチ目線でプレーする。昔ね、サッカーゲームで監督になろうシリーズとかあったじゃないですか。あれのサーフィン版を作りたいんですよ。でも育成要素もちろん入れて、自分がプロサーファーを育てるんですけど、で試合の時はそのね、まあ選手の AI はもちろんあるんだけど、そこに指示を出す形でコーチが、あそこはゲームなんで、ここでこういう技をしろっていう指示もできるんですけど、それを聞くかどうかはその選手のとの関係だったり、うわぁ、何今の。あれをこう、あれ多分あの選手から田中選手、本当にいいスコア出してくれて、あんなおっから乗ってる人いなかったの。めっちゃクロス。でもそれをプライオリティを持って抑え込みにしゅうい。ああ、抑え込みに行ったからか。妨害となってしまうと、こう、モクタも。そうなんですよね。うわぁ。あの、田中選手のオプション、あの、なんていうんですか、こう、あの、可能性を、シャットダウンしましたよね。取りましたよね、西選手。かなり離れてはいたんですが、はい、そこは、どこは、もう一回見たいな。あ、これか。これ乗らしてたら逆、あの、逆転はしないかもしれないですけど、もう、めっちゃギリギリのとこ行ったと思います。はい、で、これ、フィニッシュさんも出るかと思うんで。おぉおぉ、あ、すごい。わあ。すごいな。うんうんうん。いや、やっぱりユージ選手は貴重ですよ。あの、日本のサーフィン界には。やばいな、これ。でまたなんかコメント欄見てなかったけど、あ、わざとかってわざとだっつうの。サーフィンって賢くないと勝てないってよくわかりました。うん、全くその通りなんですよね。でも試合うますぎるんですよ。うわ、すごい、これこの円形。うわ、でも、うん、これ避けた方もすごいですよね。ただこれは、まあ、インターフェアは絶対ないと思いますよね。お互いやっぱサーフィン IQ 強いので、はい、これよりもやはり、うんうん、いいですね。サーフィン IQ 強い同士の戦い楽しいですね。すごいな、めちゃめちゃレベル高いですよね。なんか中島選手同様に選手も昨日8点出しましたけど、なんかファイナルデーにピーク持ってきたなっていう、なんかこういう風なサーフィンですよね、試合運びというか。いや、でもなんかユージ選手はいつもと一緒な気がしますね。なんかピーク持ってきたとかじゃなくて、なんか普段やってることを淡々とやってるだけじゃないですかね。すごい、右に角度して、はい、いきなりあれ使いましたからね。すごい、この辺のこう海を読む力というか、うんうんうん、のこう状況を読む力は田中大輝選手本当に強いですよね。はい、だから試合強いんじゃないですか。まあでも2人とも強いってことですよね、試合に。8分ありましたら、一つの、まあ、かけという、はい、そういうところあったと思うんですが、これを、そして今、残り5分切って、プライオリティ、田中大輝選手が持ってるけど、リードはやっぱり 9.65 のまま。もちろん自分の目の前の波も見てるんですけど、はい、こう、岸から見てると、ああ、ゆりさん、あ、いや、いかんかったか。まあでも、アンダープライオリティだから。お、ここで大輝選手乗りましたね。まずはいい得点です。もう一つ、これも決めてくる。ああ、割といいんじゃないですか。まあでも、そんな 9.65 も出るようなライディングではないですよね。でも6点は出てくるんじゃないですか。
わあ、でも。ね、やっぱファーストセクションが重要だってこと分かってますよね。で、前田範囲でフィニッシュも手で決めていく。はい。まあ、確実に田中選手のここまでのハイエストは出ますよね。まあ、ってことは6点以上出るってことですよね。じゃあ7点台ぐらい出るのかな。縮まりますよね。ただやはり西裕二選手の 9.0 のあのバッターズのフリーマニーバーを比べると、やはり西選手の方がサイズが、もう一本いってますよ。ちょっとセクションが出た。ああ、これはあんまり。これはライトアクションですが、どうでしょうか。大輝選手もだいぶ本数乗ってますね。今9本目じゃないですかね、乗ったの。じゃあ10本目かな。2本スコア出てないですもんね、まだ。この点数がまあ7点止まりなのか8点いくのか、このぐらいじゃその辺がやっぱり8点いくんかな。行って7点台じゃないですか。あ、すごい、なんかジャッジしてる人がコメント欄いっぱい。7ぐらいだろう。 6.8、8.5、6.75、7.8、6.8、6.5、8.5、8.5 は出さないとおかしいよっていう私のコメント欄でした。 8.5 も出す。あ、出た、出てるんだ。 8.5 なんだ、あれが。これで2度は 7.16 になりましたよ、田中大輝選手。けど、プライオリティが、まあ、ユージさんじゃないですか、今。9.00 というライディング。はい、この最後のフィニッシュターンめちゃかったっすよね。そうですよね。いや、これはが双子座同士の争い。あ、そうか、双子座か。風星座だし、頭いい人たちですもんね。そら、サーフィン IQ 高いわ。そう、ちなみに中潮さんもね、あの水亀じゃないですか。水亀座もあの風の星座なんで、サーフィン IQ は高いっていうのは、納得ですね。あ、残り1分半になろうとするところで、ユージ選手がプライオリティ持ってますよ。もうこれは勝負決めるんじゃないですか。もうあとがっつり、ね、マークして終わり。わあ、これは、だいぶ面白い試合ですよ。今大会一番面白いヒートじゃないですかね。わあ、でも 9.0 出してる人もいるんですね、ジャッジで。いや、でもあれ、ですね。まあでも、ユージ選手のあれが 9.0 出るんだったら、それぐらい出るか。あれよりはでもちょっと落ちるっていう評価ですよね、 8.5 出るってことは。ユージ選手のスコアの詳細、ジャッジの詳細が出てたっけ、見逃してんのかしら。残り30秒になりますよ、もうすぐ。でもあと乗せないだけですもんね、がっつり、張り付いてますね。いや、でもこれはもうユージさん行かせないと思うもんね。あ、これ最後じゃないですか、もう残り10秒。そうですね、ブロックしますよね、当然。あと4秒。うわー、来てるけど入んない。おー、そう、この辺りもやっぱり、まあ、ゆりさん、試合うまいのもあるけど、やっぱ海に愛されてるのはゆりさんだと思う。そう、田中大輝選手の方が愛されてるんだったら、あそこ絶対乗れる時間に来るはずですもん。わー、すごい試合でした。西ゆり選手がグラウンドアップ 15.65 を、田中大輝選手が 14.50。 多分バックアップは伸びないですよね。けど本数結構乗ってますね。 1,2,3,4,5 11本ぐらい乗ってんのかな、大輝選手は。あ、すごい試合でした。あ、兄弟対決ですよ、ファイナル。わーわー、なかなか面白いことになってるじゃないですか。いや、でもいい勝負でした。はい、それでは、あとは、男子のファイナルは、また、録音します。
女子どうしようかな。気が向いたらやります。はい。というわけで、ありがとうございました。はい、楽しみです。